諸君は自分が信じる者のために命を捨てることはできるだろうか。遡ることおよそ500年前の戦国時代、四国南方の太平洋沖に一隻の小舟が浮かんでいた。甲板には小さな船室があり、その四方を鳥居が囲んでいる。船室の内部は大人一人が横になるのがやっとの広さだ。そこで一人の僧侶が念仏を唱えていた。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。出航から1ヶ月以上経ち、食料もそこを尽きかけていた。僧侶は考える。本当にたどり着けるのか。私は一体どこに向かっているんだ。僧侶はこの時仏教修行の一つ、フダラク渡海に挑んでいた。フダラクとは南方の海上にあると考えられた極楽浄土のこと。これ以前にも何人もの仏教徒が目指し、誰一人としてたどり着いた者がいない場所だ。そう、フダラク渡海とは二度と帰れない死の旅。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。ミッドナイトムーン。マドモアゼウ、つけたらすこよいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの。闇人形の闇りですわ。さっき剣から煽り運転がイカの話じゃないって聞いて驚きましたわ。そう、煽りイカは全く関係ないんだ。闇り君の勉強になって何よりだぞ。さて、こよい話するのは、かつて一部の仏教徒の間で行われていた修行、フダラク渡海について。この修行は命を懸けて挑む過酷なものだったが、信じる者たちにとっては人生の目標でもあったんだぞ、言うの。フダラク三次。遡ること457年前の1565年の夏、舞台は現在も和歌山県南部の那智にあるフダラク三次。ここに弱い60歳の一人の修行僧がいた。彼の名前は金光坊。毎日独教三昧の日々を送り、弟子たちから尊敬の念を集める徳の高い僧侶だ。そんな金光坊だったが、その夏だけは様子がおかしかったんだ。彼はいつも心ここにあらずな様子で、毎日のように今日は何日かとそばにいる者に尋ねていたという。そんな日々は恐ろしいほど早く過ぎ去り、朝も晩も一緒にやってくるように思われた。実は金光坊はその時が来るのを恐れ続けていたんだ。それはフダラク三次の住職たちが皆61歳になると挑む決まりになっているフダラク渡海。金光坊は見習いの時からフダラク渡海に挑む僧侶たちの考えに触れて、自分にも訪れるその時に向けて気持ちを固めていた。しかし年を重ねた金光坊は過去の僧侶たちと同じ境地に達することができなかったんだ。なぜなら、私、優柔不断なお方見てるとイライラしますわ。いつまでもぶるってんじゃありませんわよ。まあまあ、そんなに怒らないであげて。フダラク渡海がどんな修行か知れば、金光坊が恐れる気持ちも分かってもらえると思うぞ。フダラク渡海の始まり。フダラク渡海が始まったのは、金光坊が旅立つよりさらに500年以上も前の平安時代のことだ。フダラク渡海は南方にあるとされる観音様の浄土フダラクを目指して、僧侶たちが己の集大成として挑戦する修行。この時代から観音様はあらゆる苦難に救いの手を差し伸べて苦役を払ってくれる存在として知られていた。つまり僧侶たちにとってフダラクはとても神聖な場所だった。その一方でこの修行はとても過酷な写真行としても知られていたんだ。なるほど、写真行ね。って何ですの、分かるように言ってくださる。今日のヤミリ君は沸点が低すぎないかい。写真行とは己の命をかけて達成される究極の修行の一つなんだぞ。フダラク渡海に挑む者はこれまで徳を積んで還暦を迎える年代が多かった。その時を迎えると弟子たちに寺を任せてフダラクへと旅立っていく。渡海が始まると僧侶は用意された小舟に乗って海へ出る。船の上には小屋が携えられて、中に入れる屋形船のような形になるんだ。そして小屋の周りには鳥居が建てられて、神聖な空間として扱われる。船に持ち込めるものは30日分の食料と明かりのみ。小屋の入り口は釘打ちされて固く閉ざされた。修行に挑む僧は暗い小屋の中でお経を読みながら海を漂流するんだ。この瞬間、僧侶は受け取ることになるんだ。あの世への片道切符を。つまり絶対死ぬってことですの？そりゃ怖いですわ。誰だってぶるっちゃいますわよ。いちいち怒るのやめてくれるかい。
フダラク都会は西暦868年から1722年までの850年間繰り返されてきたと言われている。その期間でフダラクを目指して旅立った修行僧は25人、一度に複数人で都会するケースもあったようだ。また1722年に廃止された後も非公式で続けた僧侶もいた。1909年にフダラク都会に挑んだ天春という僧侶が記録上最後の都会者ということになっている。船出の場所は和歌山県の熊野町が多かったらしい。ただ全国各地からの都会が確認されていたことから船出の場所が決まっていたわけではないようだ。共通していることは、どの僧たちもフダラクの存在を信じて終わりのない船旅に向かっていったということ。都会に出る年配の僧侶たちは皆晴れやかな表情を浮かべていた。中には18歳の若さで世を浮いてフダラクを旅立つ僧もいたようだ。なるほど、それほどしょっちゅうやってたわけではないんですのね。でも少ないから余計に断りにくいみたいなこともありそうですわよね。それもあったかもしれないけど、偉いお坊さんが弟子たちの手前、怖いから嫌だなんて言えるわけないからね。では話を金工坊に戻そう。1565年の秋、金工坊は61歳の誕生日を迎えた。つまりとうとうフダラクへ旅立つ日を迎えたんだ。弟子たちはフダラク都会に向かう金工坊に別れを告げた。和尚様が旅立たれた後も拙僧未熟ながら寺を支えてまいります。弟子たちの手前、平静を装う金工坊だったが、その心中は穏やかなものではなかった。そしてとうとう都会に出ることになるんだが、そこで彼は信じられない行動を起こすんだ。なんとフダラク都会に出た金工坊は船から脱走。金工坊逃げたんですの？まあ常人には耐えられる状況じゃないからね。むしろこれまでの僧侶たちがすごいとも言えるかな。気持ちはわからないでもないですけど、でも逃げた金工坊はどうなったのかしら。今さら寺に戻るわけにもいかないですわよね。そうなんだ、この後金工坊はどうしたのか、誰もが予想しなかった意外な結末を迎えるんだぞ。金工坊の運命。金工坊がどんな運命をたどったのか、それを知るヒントとしてカトリック教の宣教師ルイス・フロイスが残した手記を紹介しよう。そこにはこう書かれている。フダラク都会の業者たちは体に石を巻きつけられ、船から逃げ出せないようになっていた。親類縁者たちは沖に出るまでこれに随行する。彼らは海岸を離れると一人ずつ海へ身投げしていった。ルイス・フロイスの手記を見ると、僧侶たちがフダラクに行くというのは建前で、実際はただの受水自殺に見えてしまう。ではフダラク都会に出た僧侶たちは全員が死んでしまったのだろうか。それが実はフダラク都会には生き残りがいたんだ。生きて帰れない修行なのにどうして生き残りがいるんですの？生還できない修行なのに生き残りがいるのは不思議だろ。生き残りがいた理由は現代にもちゃんと伝わっているんだぞ。言うの？金工坊が旅立つ少し前の1500年代半ば、日州商人は現在の和歌山県にあたる紀伊の国那智からフダラク都会に挑んだ。商人とは高い位を持つ僧に与えられる呼び名のことだ。日州商人は他の僧たちと同じように沖合まで見送られ、終わりのない船旅が始まる予定だった。しかし彼のフダラク都会は予想外の結末を迎えることになるんだ。運よく親潮に流された日州は長い船旅を続けて沖縄に漂着。その結果フダラク都会に挑んだにもかかわらず生還を果たすことになる。フダラクにはたどり着けなかった日州だが、たどり着いた沖縄でフダラク都会の元になった熊野信仰の布教をすることに。実際に日州が再建した金観音寺は今でも沖縄に残っているんだ。その後日州商人は薩摩に移り住み、フダラク都会僧の肩書きで尊敬を集めていたんだぞ。じゃあ船から脱走した金工坊もどうにか逃げ延びたってことですのね。まあ逃げられたらいいんだけどね。フダラク都会に出て間もなく船から脱走した金工坊は近くの無人島に逃げ込んだ。すぐに辺りの状況を確認した彼は死の船旅から逃れたことに大きく安堵していた。しかし金工坊が安堵したのも束の間だった。座礁した船を見つけた村人が役人に報告したことで金工坊はあっさりと見つかってしまったんだ。その時すでにフダラク都会に挑む気力をなくしていた金工坊は役人たちに懇願する。島に流れ着いてしまったのはまだ観音様の元に向かう時ではないからだ。しかし願いは聞き届けられなかった。
なんと役人たちは金工房を再び船に閉じ込めたんだ。こうして金工房は再び終わりのない旅へと送り出され、結果これまでの僧侶たちと同じ末路をたどることになったんだ。金工房の結末は変わらなかったが、この事件がきっかけでフダラク都会は終わりを迎えることになった。事態を重く見た役人たちがフダラク都会を亡くなった僧侶を船に乗せて海へ送り出す儀式に変更したからだ。現在熊野の那智湾沖にはコンコブ島と呼ばれる島がある。そこは今でも金工房が当時逃げ込んだ島として語り継がれているんだ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。翔くん、無理せずでいいんだぞ。してよしてよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリくん、ヤミリくん。